あれだ。あったロンゲが食べこれしみじみ飲めば、あった、大きいね。フェリーターミナル着きました。リシリ寿司だよね。見えるよね。完全制覇です。日本最北端ガンダムアートの旅、グラさん札幌を立つ。この動画は知ることは愛することの始まり、お絵かき大好きグラファイターの提供でお送りします。はい、今日はですね、日本最北端に行くっていうことなんですが、どこに行くかというと、目的地は3つあります。1つ目が手塩町、2つ目が、豊富町で、最終的な目的地が稚内市になります。でそこに何をしに行くかと言いますと、今回はですね、なんと、ガンダムアートを、探しに行くということが旅の目的になっています。ガンダムアート何かと言いますと、ガンダムマンホールプロジェクトっていうのがありまして、ガンダムマンホールプロジェクトは機動戦士ガンダムシリーズに登場するキャラクターやモビルスーツなどがデザインされたガンダムマンホールを全国のさまざまな場所へ設置する取り組みであり、ガンダムの生みの親である富野義行さんの出身地小田原市からスタートしました。その第2弾として置かれたのが、なんとこの先ほど言った三都市、北海道の三都市だったんですよ。これを、まあ、まず見に行くんですけれども、それとプラスして、ガンダムマンホールカードっていうのがあって、マンホールカードとは下水道広報プラットフォームが全国の地方公共団体と一緒に発行しているもので、その配布場所が限定されており、その場所に行かなければもらえないレアなカード。その中でもガンダムをモチーフにしたカードが存在し、発行してもすぐに配布終了してしまうスーパーレアなカードなんです。だからかなりね、入手が困難なものなんですが、それも今回手に入れられたらいいなというところで、まあ、そこを目指していこうと。でガンダムマンホールは全国に、確か12枚かなあるんですけど、なんとそのうちの6枚、半分がこれから向かうその三都市にあるんですよね。でそのガンダムマンホール、まあ、どんな絵柄が描かれているかっていうことなんですけれども、まあ、三都市、まあ、3という数字といえば、ガンダムで3という数字といえばジオンの3連星ですね。ジオンの3連星といえば、ガイア、マッシュ、オルテガ、ガンダムのね、ガンダムジオリジンで、ガイア、マッシュ、オルテガがかなり活躍するんですけれども、まあ、その時に乗ってたのは、まあ、高機動型のザクなんですけど、でもやっぱり一番有名なのはやっぱりドムですよね。ドムに乗って、黒い三連星で、まあ、ジェットストリームアタックをするっていうのが一番有名なんですけれども、なのでまずドムがね3枚あってジェットストリームアタックをね仕掛けてくるっていうのが設定らしいんですよね。まずはね、そのドム3枚、まあ、これをね見たいなと。でもう一つ、今回のこの場所っていうのは、まあ、北海道の最北端、まあ、北にあるんですけど、 Nフィールドっていうふうに、今回呼んでいます。Nフィールドって、聞いたことありますかね。ジオンのね最後の、要塞アッパワック、ここにNフィールドっていうのがあるんですよね。ガンダムの本当の最終決戦の場所、ファーストガンダムのね、そこがアッパワックの N フィールド。 N フィールドの SN は、ノースの N で、劇中では S フィールドとか N フィールドとか
そういうふうに方角を指す言葉として言われてるんですけれども、今回のその東北を N フィールドとして設定してるんですよね。これはなんとですね、勝手にその市町村が名乗ってるわけではなくて、ちゃんとバンダイナムコさんの方で公式設定として今回のガンダムマンホールプロジェクトの中で N フィールドとして設定されてるんですよね。そこに、残りの3枚何があるかというと、やっぱり外せない主役のガンダムが3枚あるんですよね。その計6枚、これをね見に行くんですね。でマンホールカードの、ね、絵柄はねちょっとね僕も記憶にないので、これはね手に入れられたらそこでね確かめたいなと。それが、今回の旅の目的でございます。楽しみですね。はい、だいぶ海がね見えてきたんですけれども、今日はですね前回のスコンフィールドに引き続きカメラマンもね同行してくれてるのでね、カメラマンはですね今のところ仮の名なんですけど、一応ソニックっていう名前にしようかという話でさっき決まりまして、ソニックにねソニックと話しながらね、まあドライブ楽しもうかなって。さすがにねこう時間半もあるから、さすがに一人でね運転してたりとかさ、一人で喋ってるとつまんないから、まあ、ソニックに、ね、話し相手になってもらおうかなと思って。ガンダムってどんな話ですか、ちょっと視聴者の皆さんに説明。宇宙の戦争の話です。地球の人が宇宙に住めるところを作って宇宙に移住したんだけど、ジオンっていうところが独立して戦争になったところの話です。まあまあ知ってるね。じゃあですね、まあ先ほどもちょっとね言いましたけど、これから見に行くガンダムマンホール、ドーム、黒い三連星、3人のパイロット、名前を答えよう。オルテガ、ガイア、パーマ。パーマどういうこと、私ですか。確かパーから始まったような気がする。ディスってこの髪型ディスってる。いじってガイア、オルテガ、パーマ。パーマ。一人だけおかしいのいるよね。はい、じゃあもう一問ガンダムクイズでいきますか。はいはい、ガイア、マッシュ、オルテガ、黒い三連星が乗ってるドム、これが仕掛けてくる必殺技ジェットストリームアタックなんですが、ドムは普通のモビルスーツと違って地上を走るんじゃなくてスケートリンクをスケートをするようにスーッと滑ってくるんですが、ホバリングでね、その最高速度は時速何キロでしょうか。なかなか難しい問題です。なんか聞いたことがあります。ズバリ325キロ。惜しい。マジか。惜しいのかい。なんとですね、最高時速、ドムの最高時速は時速380キロです。だからね、怖いんだよジェットストリームアタックって。ドムの全長は20メートルぐらいあるので、だいたい地上7階建てのマンションか3棟を時速380キロで向かってくるのがジェットストリームアタックです。怖めちゃめちゃ怖くない。想像して7階建てのマンションが3つ連続で時速380キロで迫ってくる。あー、子供見たら泣いちゃうわ。どうやってかわすのっていうさ。グラさんとソニックの旅が始まりましたね。車はオロロンラインを北上し、もうすぐ増毛町というあたりまで来ました。どうやらグラさんは増毛町で行きたいところがあるみたいです。綺麗な景色が続く海沿いの町に一体何をしに行くのでしょうか。はい、増毛町に着きました。増毛町はね、結構街並みがね、すごい風情があって、
いいので、まあ、少しはね歩いてみましょうか。酒蔵って言ったらいいかな。道王圏を脱出するホワイトノアを待ち受けていた道北のタコはついに赤い彗星の本領を発揮してグラさんに迫る。それはタコにとってもグラさんにとっても初めて体験する美味しい戦いだった。やってるかな。機動戦士ガンダムアートの旅、次回道北圏突入。君は見続けることができるか。